はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科やっていきましょう。で、今回4問ありますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、今回は電気のね、単元ですね。で、ちょっと実験が長いので、ざっくりちょっと最初に確認していきます。この状態でね、画面下げてしまうので。で、まず実験1の方が、もうね、すごいオーソドックスな電熱線を3つ使って、まず図1、ここで測りましたよと電熱線を測ってみましたと。で、図2は、そのある電熱線で測った時の電流計をアップにしましたと。この状態ね、アップで撮りましたと。で、実験、図1のカッコ3が、A から C についてその電圧と電流の関係をグラフにしましたと。ただ、このグラフちょっと珍しくって、まあ大体こういう感じで出てくるんですけど、電圧の方ね、タイトルじゃねえや。数字が書いてないっていう。ここのメモリが 10V ですよ、みたいなのが、あえてないんでしょうね、きっとね。まあちょっとこれのせいで若干ね、手が止まる子も出てくるかもしれないですけど、まあそういう感じのグラフがありますと。で、最後4が大事で、A と C を直列に繋いで 60V の電圧加えた時に電流計の針が 2A を示しましたと。まあ後で使います。で、実験2に関しては、D、E、F、G、4つの抵抗。で、これ全部抵抗の大きさが同じです。で、それで直列回路と並列回路を作りましたと。で、その時にこう並列のね、ここに P があるんですけど、流したらそれが Xアンペアでしたよ。じゃあ問題解いてねと。いった感じの実験でございます。いいかな？ちょっとね、駆け足になりましたけど。じゃあちょっとね、画面下げますので、お待ちください。いくよ。ほ。は、行き過ぎた。これでいいかな？よし、じゃあ行きましょうか。で、まず、問1が、その電流計がね、示してるやつなんで、ちょっとアップにしたやつを持ってきましたんで、それ使いましょう。よし、じゃあ行くか。でですね、まあ、電流計を読み取れっていう問題は結構出てくるんですけど、まあ、大体、この 500mAに刺さってます。で、大事なのは、その電流計測るときって、まあ、50mA、500mA、5A のどれかに刺して測るんですけど、このね、メモリに関しては、この 50mA と 5A しかありません。だから、もしだよ。もしね。もしって書いておくわ。ここの 50mA に今回刺さってたとしたら、この電流計いくつかっていうと、これちょっと見にくかったらアップで見てください。ごめんね。この下に 50mA って書いてあります。その数字を読み取れって意味なので、まあ、30のところにあると。だから、もし 50mA に刺さってれば 30mA って書けば OK。だし、もし 5A に刺さってれば、上の5がアンペア書いてないんですけど、この5を使えって意味なので、3ですよね。だから、3アンペアです。単位気をつけてね。っていう風に答えになります。これもしね。でも今回は 500mA、まあ、ほとんどの問題ここに刺さってますけど、に刺さってた場合はどこを読み取るか。まあ、読み取るっていうよりも、50mAのとこに時は30じゃないですか。じゃあ、50と500って01個増やしただけなので、この 30mA にも01個増やしてやって、300mA と答えてあげればこれだけです。いい、これだけなの。でも知らないと解けないっていう、なってしまうので、こうやってください。で、今回は単位をつけて書けって書いてあるんですけど、これアンペアで答えることもできるので、もしアンペアで答えたかったら、0.3A と、こう答えても OK です。いいかな。まあ、どっかで使うかもしれないので、覚えておいてください。1A は単位を変えるときは 1000mA です。はい、吹き出しの形。じゃあ、形大きさか。が合ってなかったね。よいしょ。これ覚えておきましょう。1A は 1000mA。だから 300mA 直そうと思ったら 0.3A になります。いいね。これがまず1番でございます。
で、2番が、なんだっけな、実験1のカッコさんの結果から考えて、A の抵抗の大きさと、C の抵抗の大きさの比だね、を最も簡単な比で求めなさいというやつ。下いけるよな。じゃあ、これはですね、これも、ここの図3を使うので、ちょっとアップにしたやつを持ってきました。そんなアップなってなくてね、家の、普通になんかちっちゃいコピー機でしかできないもんで。まあこれね、身にかかったらアップでお願いします。で、どう考えるかっていうと、これね、もし下に、ボルトの単位が、ちゃんと、単位とか数字が入ってれば、一個ずつ A と C の、なんだ、抵抗を計算すれば出すことができます。なぜなら、例えば、この部分が 10V って分かっていれば、10V と 5A、まあ、C ね。ここぶつかってるから 10V と 5A なんで、オームは、アンペア分のボルト、まあ、ボルト割るアンペアなので、5A 分の10だから2オームって分かる。で、A もどっかの場所で計算すれば、それぞれ2オームと何オームって分かれば、もうそれが比になるじゃないですか。だからそれで終了なんですけど、それができないので、一瞬、うってなるんだよね、これね。そう。では、じゃあ、どうやるかっていうと、まあ、自分でね、勝手に数字を決めてしまって、ここ 10V と、みたいな感じで決めて解くこともできます。比なんでね。比だからそういう解き方をしてもいけるんですけど、まあ、自分だったら、例えば、A と C がね、こう縦で見ていった時に、A と C がちゃんと綺麗に通るところを探します。例えば、ここでさっきやったここね。ここでやってしまうと、A はここなんで、ちょっと中途半端になっちゃうから使えないんだよ。で、そういうとこじゃなくって、どこにしようかな。こことかにするか。ごめんよ。C がここですね。で、A がここです。みたいな感じ。縦で両方きれいに通ってると。で、ここのメモリを見ると、ここだからまずボルトがここね。同じボルト、同じ電圧で測ったときに、A は電流が、アンペアが、一メモリ分。で、C の方は、アンペアが4メモリ分。下から数えるとね、電流が流れてますよと。で、ここで大事なのが、今、抵抗の比を求めたいんですけど、抵抗って何っていう話になる。抵抗って何なのかって。で、ざっくり言ったら、その言葉通りなんだけど、抵抗するっていうことだから、電流を流れにくくするのが抵抗ね。いや、お前流れないで電流、みたいな。だから抵抗がでかければでかいほど電流流れにくくなります。いい？で、電圧ね、このボルト。電圧って何？って言われたら、電流を流そうとするパワーだと思ってください。電流流してやるぜっていうパワーね。だから、同じパワーで測った時に、A は1しか流れないんだけど、C は4流れてると。じゃあ、なんで C のが流れやすいとか流れてるのかっていうと、抵抗が小さいからなんだよね。こっちは逆に A は抵抗が大きいから流れないんです、電流が。で、そこは比例関係があるので、じゃあ4対1に流れましたと。じゃあ、抵抗の、まあ、オームだよね。の比はどうなるかっていうと、A 対 C。A の方が電流が流れない。つまり抵抗が大きいから、A の抵抗が4で、C の抵抗が1になります。っていう風に考えると楽です、ここは。まあ、それを考えるためには、その抵抗って何なのって、電圧何なの、電流って何なのってところのちょっと、こう、イメージというか、そこが必要にはなってしまうんですが、まあ、こういう感じで考えてみてください。いいかな。では3番いきましょう。で、3番は、実験1の結果から考えて、電熱線 A と B を直列につないで 54V の電源につないだ時に電流系に流れる電流の大きさ何 A か求めなさいと、はい、いう問題です。で、さっき読んだ実験1のカッコ4の情報をちょっとね出していきましょう。ここからがっつり計算ですね。で、これちょっとまだ使うので、ちょっとこの辺に置いておきましょうか。この3番がね、まあ、ちょっと計算ががっつりやるので、特に電気苦手な子はね、取りにくくなると思うんですけど、ちょっとね、この辺まで取れるようになってくれると、個人的には嬉しいです。で、その実験に書いてあるやつが、ちょっとちっちゃくてごめんね。
A と C を直列でつないだら、情報だけ書きます。60V で 2A 流れましたよって書いてある。じゃあこっから A と C の抵抗を出してみようぜっていう風にいきます。せっかく書いてくれてるからね、情報をね。じゃあどうやるかっていうと、慣れてる方はね、その回路図書かなくてもいけると思うんですけど、その電気の問題が嫌いな方はね、ぜひ慣れるまでは書いていきましょう。直列回路ってこういうやつね。電熱線二つがこう一直線というか一本の道で繋がってるやつ。これ電源ね。で、今 A と C 繋いでるんで、 A と C でこうなります。で、よく自分が使うのは、だいたい電熱線が2個、こうやって。で、電源が1個ある状態。つまり3箇所、ポイントがあるんですけど、それぞれのポイントに、バオームを書きます。バオーム。バオームって VA オームの、俺が省略で繋げて言っちゃうんですけど、ここに上から、バオーム、上から、バオーム、上から、バオームって書くの。で、分かってる情報を書き込んでいきます。例えば、今、直列つないで 60V、まあ、電源がね。だからここ 60V ですと。で、2A 流れましたっていう情報なんですが、ここで大事なのが、オームの法則ありますよね。計算するときのやつ。V は A かけるオームみたいな。オームの法則。これも絶対覚えなきゃいけないんだけど、あと、直列回路と並列回路にそれぞれ場オームの特徴があります。で、このオームの法則とそっちの特徴をまず絶対に押さえる。これがないと解けないです、計算問題。でも逆に言うと、ここ押さえておくと相当難しくなければ大体戦える。この計算はね。で、何が特徴かっていうと、まず直列回路。今これね。直列回路ってアンペア全部同じなんです。全部同じって何かっていうと、その3箇所全部同じですよっていう。だから、まあ、2アンペア流れましたって言ってるけど、ここも2アンペアなの。ここも2アンペアってなることができます。いいかな？で、この計算するときに、あるポイント、どこでもいいですけど、あるポイントで、情報が2個揃ったら、60V、2アンペアみたいな。2個情報が揃ったら、速攻で計算します。バオーム、オームの法則使ってね。で、オームは、V 割るアンペア。まあ、アンペア分の、分数やった方が早いかな。こうです。オームはね。つまり今当てはめると2分の60だから30オームってわかるのすぐ。いい？で、この後にオーソドックスにね、計算できたらいいんですけど、ちょっとこっからめんどくさいのが、さっき出した比を使います。比を。で、比のね、文字を置いて計算しても構わないんですが、今ちょっとね、なんだろう、小学生みたいな説明になってしまうんですけど、まあ、よかったらちょっとね、聞いてみてください。で、まず、一回こっちに戻ると、アンペア、直列回路のアンペア同じって書きました。じゃあ、ボルトとオーム、どういう特徴があるかっていうと、この二つ足し算できるんです。オームもね、足し算ができる。足し算って何かっていうと、電熱線2箇所のボルトを足すと電源になるの。だから 20V と 40V 足して 60V みたいな感じ。オーム全く同じです。これが直列回路の特徴。いいね。で、今、ここのオームが欲しいの。オームだね。が欲しい。で、さっき抵抗は A 対 C が4対1って出ました。つまり、4と1だから全部で5個分だよね。5個に分けましたと。分けたうちの4個分が A で1個分が C って意味。今4対1に分けてるのは。で、さっき言ったように A と C のオームは足したら30オームなの、今全部で。だから全部で30オーム。じゃあ今図に書いたように5等分してますよね。じゃあ30を5で割れば1個6じゃないですか。こうなってる状況としては。全部で30オームだからね。で、今図で分かるように、6を4個持ってる A が、6、4、24オーム。C は1個だから、6オームってことで、さっきの情報を使って、こうやって出すことができます。ここの出し方ちょっと特殊ですけどね。そんな出てくるパターンではないんですが、まあ、出てくることもあるので、こうやって。まあ、こうやって出してみてください。で、今、情報が揃ったんで、2つ。
ボルト出しても構わないんですけど、ちょっと使わないんで今省略しちゃいます。まあ、掛け算するだけだからね。48V と 12V 足したら60になってますよ、みたいな。今なるんですが、こうなりましたと。で、まだね、本題に入ってない。本題は、A と B を直列につないで 54V 流したらどうなるのっていう話をしてる。だから、ちょっとこっちおいで。よいしょ。これだから3番解いてるってわかんないね。どうしようかな。ここ3番って書いていい？ 3 番ね。じゃあこの情報をもとに、ほんと電気が嫌いなかも、この説明聞いてるだけでも、嫌だってなるかもしれないけどね。と、取ってくれると嬉しい。で、今、問題解くために、A と B を今度直列につなぎましたって書いてある。で、ちょっと場オーム書きましょうか。場オーム書いて、B のとこに場オーム書いて、電源のとこに場オームを書きますと。こうやってね。で、情報書き込んでいくと、A が24オーム、さっき出しましたんで使いましょう。こうなってる。で、電源に 54V 流しましたって言ってるから、こう 54V って分かりますと。で、B のオームが欲しいんですよね、ここの。そう、オームだな。イントネーションおかしいな。が欲しい。じゃあ、さっきと同じような感じで出してみます。いい？で、どう出すかっていうと、まあ、同じとこ使っちゃいましょう。B って、さっきのやつ考えてて、ここ来ますよね、B。で、これ見ると、A が1の時に B は2なんですよ。つまり、B の方が A の2倍流れてる。電流が2倍流れてる。ってことは、逆に言うと、2倍流れるってことは、A より抵抗が半分なの。抵抗が半分になってるから、電流は2倍流れる。邪魔するものが減ってるからね、その分。ってことは、A の半分だから、これ12オームって。このグラフを使ってね、さっきと同じようにやると分かりますと。で、戻って、直列回路の抵抗、オームは足し算することができる。だから、24オームと12オームで足して36オームになると。で、2個情報揃いました。アンペアを出す方法は、ボルト割るオームです。つまり、54割る36。やっていくと、1.5 だね。ってなる。だから、ここは 1.5 アンペアでしたよって。で、書く必要はないですけど、直列回路は電流全部同じなんで、1.5 アンペア、1.5 アンペアって書くこともできます。で、今結局、何アンペア流れたんですかって聞かれてるので、3番の答えは、ここでいいかな。ちょっと早送り見た方、答え見つけづらいかもだけど、1.5 アンペアと、これで終了となります。いいかな。ちょっと火を使ってる分ね、ややこしく見えるかもしれないんですけど、ぜひ計算の時は、こうね、図を書いて、場オームで揃えて、で、この直列と、今並列は使ってないですけど、回路の特徴でぜひやってみてください。まあ、今回一番ね、解けるようになってほしいのはこの3番かな、個人的には。4番はね、ちょっと特殊なんでね、まあ、やっていきましょう。4番も、回路書いちゃうか。ちょっとね、動画長くなって申し訳ないんですけど。わぁ、ごめんね。もう18分。申し訳ない。直列回路がありますと。で、並列回路の方の図なんですけど、多分こっちの図の方が見慣れてると思うので、こっちで書きます。問題の図と、違くなった後、回路図と違うんですけど、同じ並列回路なんでね、ちょっと書き直しちゃいます。これは問題ない。書き直してもね。で、ここか。この部分が、X アンペアですよっていう問題。だね。で、求めたいのは、抵抗 D を流れてる電流の大きさなので、ここか。ここの、アンペア。を出していきたいと。まあ、0.25x か 0.5x か x か 2x かっていう話なんですけど。で、これどう考えるかっていうと、まあ特徴いきましょうか。さっき直列回路の特徴をやりました。で、並列回路は、これどっちか固定で覚えてもらえれば、v と a の部分は逆になります。だから、こっちが足すでこっちが同じだったら、並列はこっちが同じ。つまり3箇所のボルトは同じです。で、アンペアが足し算になります。
つまり、こことここのアンペア足すとここになるっていう話。で、オームに関しては、これは自分計算ってよく言っちゃうんですけど、このね、オームの法則使って計算したらいいよっていう。本当は逆数の公式はあるんですよ。例えばね、まあ、教科書で書いてるとどう書いてあるかな。多分、こういう感じでよく書いてある。R って抵抗ね。だから、電源の抵抗分の1イコール、ここの抵抗分の1足すここの抵抗分の1ってのは成り立つので、それで求めることもできるんですけど、まあ、あんまり俺は使わないかな、そこまで、これは。まあ、個人的にはね。で、話を戻します。ここの、アンペアがね、こうなってて、で、さっき言ったように、並列回路はボルトが同じなんですよ。で、あえて文字ちょっと使わずに、例えばここが丸ボルトだとしたら、ここの部分、同じく丸ボルトですよね。で、ここも、まあ、丸ボルトになりますけど、まあ、全部丸ボルトになってると。で、抵抗も同じなので、こいつとこいつとこいつとこいつの抵抗全部同じね。ちょっと四角オームにしていいですか？文字置かずに。だからこの部分の情報としては揃ったの。X アンペアで丸ボルトで四角オームになってると。で、ここにね、まあ、求めたい D の部分に行くと、ちょっとこっち出しましょうか。抵抗は全部同じって言ってくれてるから、当然ここも四角オームになります。でも問題がボルトなの。ボルトはさっき言ったように直列回路はボルトは足し算になります。で、今、抵抗が同じなので、ここが例えば丸ボルト同じだよね。下入ってんのか俺これ。入ってる。丸ボルトになったら、それを均等に分けます。いい。だから 0.5 ボルトと 0.5 ボルト。まあ、もし丸が基準になってれば。ここが1だとすればね。ここが10ボルトだったら5ボルトと5ボルトに分ける。つまり、ここに、かかる電圧は、こいつの半分になります。いい？ちょっと、ボルト半分ボルトって書いていい？ってなる。で、なんでこんなこと書いたかっていうと、結局ここのアンペアが求めたい。で、こいつと比べてるんだよね。X アンペアと比べて。じゃあ、こいつは、ここと比べると、オームは同じなんだけど、ボルトが半分になります。かかるボルトがね。で、アンペアを求める公式、オームに戻ると、オーム分のボルトなんですよ。で、オームは同じなんだけど、上が半分になってるってことは、必然的にアンペアも半分になりますよね。上が半分になってるから。だから、X の半分になるから、ここは 0.5X になります。流れる電流としては。だから、選択肢としては右いけるか。答えは、E が答えになります。いいかな？本当に長くなっちゃって申し訳ないんですけど、電流をね、苦手な子をすごいたくさん見てきたので、ちょっと力説してしまって長くなってしまったんですが、まあ、ここからね、このオームの法則とか、直列並列の、ポイント、まあ、特徴ですね。で、今まで撮った動画のリンクも最後貼っておきますので、ぜひその辺活かしてもらって、計算問題解けるようになってくれたら嬉しいです。では、今回はね、この辺で終わります。以上です。ありがとうございました。